1995年フランス大統領選挙はフランス共和国の元首である大統領を選出するため1995年4月23日と5月7日に投票が行われたフランスの大統領選挙であるフランス共和国大統領の任期7年が満了したことに伴って実施された選挙であるフランスの大統領選挙は 1> 第1回投票で過半数を得た候補者がいない場合、得票数上位2名の候補で第2回投票が行われる仕組みとなっており、最終的に最右両陣営に集約されていく傾向がある。2年前の国民議会選挙で対象した保守勢力出身の大統領の誕生が予測され、保守政党である共和国連合のジャック・シラク候補が当選した。しかし、第一回投票では、 左派の最大勢力である社会党のリオネル・ジョスパン候補が首位に立ち第2回投票でも善戦する予想外の結果となった。今回の選挙戦では前々回81年のイデオロギー対立や前回88年の社会正義とエリート支配の対立といった構図はなりを潜め候補者の人柄など国家元首としてどの候補者がふさわしいのかを問うイメージ選挙の様相が 強くなった。雇用問題は、いずれの主要候補も優先課題として取り上げた。白区候補は、失業者のための社会保障政策より、景気回復を優先する立場から、イニシアティブ雇用契約という企業援助による雇用創出政策を、バラデュール候補も財政状況改善のための措置を伴った雇用政策や減税、雇用対策など、 企業に対する支援に比重を置く政策を掲げた。これに対し、ジョスパン候補は、都市郊外の再整備や低所得者向け住宅の建設、老人、新商社会を、環境保護などの社会福祉政策と結びつけた大型プロジェクトを提案し、労働者に対する社会保障政策に重点を置く政策を掲げた。個別政策では、シラク候補が、 国民投票枠の拡大や大統領任期7年制の維持、徴兵期間短縮、核実験禁止の見直し、ヨーロッパ通貨統合の再検討などを掲げ、一方のジョスパン候補は大統領任期を5年に短縮、徴兵制度維持、核拡散防止条約延長、ヨーロッパ統合の積極的推進を主張し、両者のスタンスの違いが見られた。立候補に必要な国会議員または、 地方議員500名以上の署名を集めて候補者登録ができた最終的な立候補者は以下の通りである。4月23日の第1回投票では事前の世論調査などから主位が予想された共和国連合の白区候補を抑えて社会党のジョスパン候補が主位に立った。ジョスパン候補とラク候補の上位二名で争われた第回投票では候補が首位になり、 当選を果たしたが、ジョスパン候補も、左派勢力の票を集めて4割以上の票を集めて、前線した。そして第一回投票においては、シラクとジョスパン、バラデュールの主要3候補以外の候補者の得票が3割以上に、達し、政権を担当する、規制政党に対する批判が高いことを示す結果となった。特に、極右政党の国民戦線党首である、ルペン候補は、 前回選挙よりも得票率を伸ばして15%を獲得し国民戦線の政治的基盤の確立を誇示する結果となった。ありがとうございます。